ンリケとロベルト・モレノが僕に寄せてくれた信頼があり、ルイス・デラ・フエンテが常に示してくれた安心と愛情があった。これら全ての監督に永遠の感謝をお伝えする。あなた方のおかげで、僕は全てを捧げることができた、すべての従業員、アシスタント、スタッフの皆さん、それぞれの立場でチームのために尽くしてくれてありがとう。世代を超えて一緒に戦った数々のチームメートには、 目標を達成したグループの一員であることの喜び、そしてそのための献身を僕と共に分かち合ってくれたことにお礼を言いたい。そして、ファンの皆さんにも感謝の言葉をお伝えしたい。何かがうまくいかなかった時であろうと、いつも僕らと一緒にいてくれて、孤独を感じさせまいと常に応援してくれて、本当にありがとう。僕の願いは非常にシンプルだ。 これからもスペイン代表が成功を続けること、勝利するための道を道を突き進み続けることだけなのだから。今日この時をもって、僕はかつてピッチに立っていた時と同じ熱量で、今度は歴史を作り続けるチームを応援する側に回ろうと思うんだ。僕らは成長し続ける。疑う人は誰一人だっていないさ。バモスエスパーニャ。